お元気ですか？谷村新司です。2021年からスタートしましたこのラジテレ。今回もあなたに笑顔をお届けしたいと思っております。少しずつ動き出したくなるそんな季節です。花粉とコロナに気をつけながら小さな旅に出ていきましょうね。さあ、コーヒーでも飲みながらゆっくりと始めてまいりましょう。さあ、今回のテーマは生徒になる。前回上海音楽学院で先生になるっていうお話をしましたけども、今回は生徒になるというそんなお話です。実はもう4年前かな、68歳の夏に運転免許を取りました。運転免許を取ろうと思ってるって言った時に、周りの人たちになんでって随分言われました。周りでは免許をもう返納する方がいっぱい出てきている。そんな時に、なんで運転免許をと、でも自分の中には一つの思いがあったんで、とりあえず、自分は免許を改めてちゃんと取りたいんだっていう話をして、そして、自動車学校に、通い始めまして、これが実は生徒になるという、その答えでもあるんですけども、その自動車学校に通ったのは一夏、68歳の時の一夏、北海道にいて、その北海道にある自動車学校に、詰めて通ったんです。もう毎週月金、毎日通いつつ1日6時間授業をずっと3週か4週にわたって受けたんです。場所は北海道のオホーツクに近いところにある、斜里自動車学校っていうところだったんですけど、すごく新鮮でしたね。実は谷村は18歳で免許取ってたんです。だから18歳で高校卒業してすぐ大阪で、車の免許を取って車を運転して、アマチュアバンドの頃、車で楽器運んだりしてました。だからちょうど一番最初にその免許を取って、免許を取るっていうブームでもあったんですね。自動車学校はものすごい人が押し寄せてるそんな時代でもあって、そして免許を無事に取れて、最初に中古のコロナを買いました。最初はぶつけるからっていうんで中古から始まって、やがて、マーク2を買って、そしてそのマーク2の窓を開けっぱなしにして、そこにウッドベースを、斜めに突っ込んで、もう今もう完全な交通違反で絶対捕まってしまうんですけども、その当時は、なんか誰もおまわりさんにも止められることもなく、そこに、4人ギシギシに乗ってバンドで、文化祭とかに通ったりしておりました。